2023明治安田生命 J2 リーグ第20節その攻撃のテンポが非常に柔軟なので、まあ、そういったところにも手を焼いたといいますか、もう後手後手で90分過ぎてしまった、はい、さあ前半が始まりました。早速長いボールを選択して今度支配率が低くともしっかりこの前のように清水に勝ってたりっていう、ここは、はい、ここの競り合い、岩木だ、シュート、ポストに蹴られた。いや、ここは佐賀でした。いや、速さをね、山下も、まあ、体型見ていてもかなりがっちりとしているので、まあ、そこら辺のフィジカル、うん、簡単には負けないのではないかと。あそこはあんまりスラッシュ、熊本、ここはチアゴだったでしょうか。最後チアゴかな。熊本のフリックから山形先制です。コーナーキックから前半の2分3分さあ横山に渡ったドリブルがあります、ね、スピードがある。早めに入れてきたチアゴ、ヒールで加藤のシュート、まだある、体で止めた。お腹で吸収したような感じがありました、うん、また遠藤です。お腹ですね、はい、ナイスカバー。早見から宮本、クロス入れてきた、左足で中央、このシュート、有田のシュートはポストに嫌われた。加藤、山形ボールになっている。サイドを変えて小野の頭、南です。チアゴが流れてきた、裏への抜け出し、加藤大輝持ち出して冷静に流し込んだ。山形2対0、加藤今シーズン2ゴール目です。まあ、最近の山形そんな感じですよね、はい、押し込まれてもどっしり構えてられるっていう。そうですね。さあ川井シュート、中を見ています。上がりを待ちます。内側から上がってきた田中渡、早めに入れてきた。加藤今日2ゴール目、山形3対0。ここで試合終了の笛、山形止まらないリーグ戦5連勝、さらにこれでホーム戦も5連勝、連勝街道まっしぐらです。